龍が如くセブン続きやっていきます。上内駅じゃない、陣内駅に、久米がいるらしいんで、歩いて迎えって言われたんですけど、これはここでいいのかな。こっから歩いていけばいいんじゃないか。はいはいはい、いるいるいる、めちゃくちゃいるわ。支持者の近江連合が。スターいるぞ。うん。やってるわね。久米陣営に気づかれないように近づこう。そんでマスコミの前でいきなり握手して捕まえる。そうすりゃ今度こそ逃げようがねえさ。なあ。その後はどうする?昨日の和解をしようってことで、奴を選挙カーの中に引き込めばこっちのもんさ。でも気をつけろ。俺たちずっと監視されてんだぞ。いるねー。あ、いるいる。はい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 。おい。いいのかお前ら。この人は、久米と同じ立候補者だぞ。そんな人に手を挙げた日には、久米の評判も落とすんじゃねえのか?ふっ。残念ながら、俺らは久米陣営でもなけりゃ、神奈川区2区の住民でもない。どこを、どう探ったって久米とのつながりは見つからへんで。なるほど。よく考えてんな。何納得しちゃってんだよ。早くしないとまた久米に逃げられるわよ。焦らんでもすぐ楽にしたるわ。今日こそきっちり息の根止めたる。もう一丁。はい。素晴らしい経験値。うが。よし。まだ久米は俺らに気づいてない。いや、気づいてないの。この大騒ぎで。なんだ、ソンヒ。オラコ、何とぞよろしくお願いします。おー、来た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 。一番行け、一番来た。春日だ、春日候補が来てるぞ。よし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 、論戦だ。よし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 、昨日の論戦の続きですか、春日候補。若い若い。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。若いの必要などマスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。ナンバ春日さん。あ、どうしたどうした。そう、どうした。星野会長の命が狙われています。なんだと。今日、清流会に襲撃があると、コミジュルへ闇情報が入ったんです。的は星野会長。孫妃も清流会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も、今は後回しにすべきかと。うわー、結局でも繋がってくるんだろうな。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え?おい、なんだよ。久米はもういいのかよ。一旦な。一旦ね。清流会に向かえと。了解です。はいはい、さよなら。おい、行くぞ行くぞ。あくびするんじゃない、エリさん。さあ、星野会長大丈夫か。おっと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 、もう襲撃されている。これはまずいんじゃないか。高部、高部の頭、どうした、大丈夫か。春日、撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。やばいな。親父とこに向かった。おーおーおー、親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。わったったった消えおったの、カズが。まずいぞ。近江連合会長は
そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと？てめえら、ざけんじゃねえ！よし、行くぞ。今の絵にはいなかったけど、エリさんがマジで一番役に立つまであるから。さあ先に進ませてくれ。春日レベル51。行くぞ行くぞ。会長、撃たれちゃってる。これはひどいもんだな。おあ、じゃあそういうことか。沢城がそっちをやったか。遅えよ、一。あんたが会長？お前はいつだって遅えんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を？偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで、偉人町にとっての支えだったからな。いや、これは沢城壊れちゃってるな。若はそう考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする？何？おい、一番。なんてな。この選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも？冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った？若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。ああ、やっぱそうですね。沢城！お、ここで沢城戦？まあそうだな、沢城だな。やったのは白黒つけようぜ。来たねー。
でもこっち4人だからね。よしよしよし。何恐れることはねえさ。だって勝てる勝てる。戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かった。運が良かった。それか向こうが手を抜いてたんだろ。ああめっちゃ強いってこと？それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだい。刀なんて得意中の得意だ。まずいねそれは。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。でも一人だったらな、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。よしよしよし了解って言ってるけど出てこないけどね。あだしさんはまあ出血状態にまずしてみよっか。ああ1000入るんだったら割りかしいいね。敵の攻撃力を下げます。まずそれがいいんじゃないかなって思う。効かねえか。じゃあペッパーミルブローが強いんじゃないか。600からの、ああまあでも1000ぐらい入っとるな。これ危ないな。ああま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 あ、じゃあここでペッパーミルブロー行こうか。900からのオッケーオッケーオッケー結構入る。危ない。あでも全然だ。あれじゃあ大丈夫っぽくない？まあ回復させたいけどな。ほら来いよ。一応そうマジカルボイスがあるから、そう覚えさせたんですよ。アイドルの転職してジョブレベルをちょっと上げるだけで回復ができるようになってるんで、いやこれ入んないかな。ダメか。じゃあ蝶はなんかもうちょっと強い技ないかな。やるか。いやーでもペッパーミルが一番いいか。おい、よしよしよし、いいダメージ入る。あー危ねえな。ここはでも亡霊がある。よし、でそのままこれやってみるか。飛翔の極み。うわおおおすごい。あ結構入ったんじゃない今の。そしたら危ない。あ刀がなくなった。もう一本ある。何それ。ステッキ今度これだな。おーおーおお、ステッキできたか。なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。西洋の杖術も段違いの迫力だけどな。ほう、想像？なんでそんなの知ってんだよ。俺最初に傘を持って戦った。はいはいはい。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。武術の影響。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。へ、まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。まあでも真島みたいに分身しなけりゃ勝てそうだけどね。僕と味わうんじゃないかね。はあ、嫌だな。いやこっから強いのかな。嘘でしょ。危なあ。やりやがってよ。ありがとうございます。あ
危なかった。ペッパーミル行きました。あ、でもそんな入ってないのかな。いいよ。うわ、でもすごい1000ぐらい入るじゃん。ペッパーミル行きます。オッケー、1000からの、うわ、すごい。1600ぐらい入ってる。いや、もっと入ってるか。ステッキストライク。はあ。そしたら、あ、命中率な、やりたいよね、フラッシュショット。これできたら強いけどね。オッケー、でけえ。これはでかいわ。マジカルボイス。春日。よし。で、蝶もペッパーミル。いい感じじゃない？ステッキバリア。それずっとやってんの？疲れない。ええ。お、なに？妨害してきた。やるなぁ。かわせねえか。うわ、追い打ちか、また。マエコを狙うんじゃないよ。もう一丁これで1000ダメージ。出す。オッケーよ。いやー、ここでなー、どうしようかなー。まあ、回復かな。しっかりと回復をして、ペッパーミルいきます。790からの、オッケーいいよ。だいぶいい感じよ。さあ、ステッキも折れた。拳で来いよ、拳で。いや、それ、二刀流？様子がおかしい。そうね。折れた刃物を直に握ってるし。もう。構えにも聞き迫るものがあるな。はい。いよいよ頭の本気中の本気ってことだね。うわ、これなんか3回行動ぐらいしてくる。気をつけてくれよ。なんかそんな感じしん。回復するかこれ。HP 徐々に回復。なるほど。勝てると思ってるよ。ね、ここでエリさんから足立さんに変更しよう。まあ、普通に春日ペッパーミルでいいはず。オッケーオッケー、めちゃくちゃ入る。うわ、1000も回復すんの、それやばいな。まあ、でも1000以上は出るから徐々に相手の HP が減ってくはずだ。本気でやってん。いや、でもこれどうしよっかな。敵全体の守備力下げる。これできたら強いけどな。オッケー。まあ、1000回復するけど大丈夫。ハングアップどんぐらい入るかな。600からの600、いいね。これ決めれるんじゃない？決めれそうじゃない？ほい。ミスったー。お前肝心な時にミスんなよ。やべえ。ペッパーミルも使えないか。これはどうだ？ 600 か。あー、1000も回復されるとな。いや、春日の攻撃力上げよう。春日の回復の方が先だったか。やーべやべやべ。ペッパーミルどう？足立のペッパーミル。ああ、まあまあ、これいけんじゃない。来た。よっしゃ、倒したー。強っ。オッケーオッケーオッケー。
いいじゃない。成長を感じます。めちゃくちゃ強いな春日の攻撃。まあ1000回復してくるのはちょっと大変だったけど。さあ城どうすんだ。頭、何やってんだよあんた。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。あれ、でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。抗ったか。は？若の命令に逆らったのは、おおおお、先にもあれっきりだ。やってないか。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にも、ただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭もおやさんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。おっと、こっから沢城の過去が。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる花を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう、全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だからん？絶対に。今更なんだよ、
俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。早く帰ろうぜ。99。やっぱり私戻る。ふざけんな、もういいだろ、忘れろよ。やだよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。あれ、これそしたら離して。そこにいるんじゃないの。荒川が、あ？ん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 ？あのロッカー、あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？おい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 、こうなるとマサトはよかったんじゃねえか、沢城の子供になるぜ。いいんだよ、あとはあいつが面倒見てくれるって。え、で春日は死ねえけど助かったんだよな、これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か、しっかりしろ。どけ！うわ、これはちょっと衝撃だな。おやつ様、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。ちょっとこれ衝撃だな。親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたこと。うんうんうん、でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは。ちょ待って待って待って。思うはずねえよな。待て。聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちゃったってわけだ。あ？え？あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父はカムロ町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、うん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは、町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで僕の足だけ歩けないの。みんなは歩けるのに僕だけなんで。その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい、もし杯をくれる人間を選べるなら、
荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。そりゃ殺せねえわ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。まあ間違いなくそうだな。そのこと若は知ってるんですか。知らないだろ。さっきも言った、他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。荒川真澄の子供。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこに行った。そういや、それが親父の女は名前を茜さんと言った。うん。そして親父と知り合う前はつながるぞ。陶元ってソープで働いてた。つながるぞ。陶元郷ってそこは俺の生まれた。つながるぞ。今から言う話はあくまで俺の想像だがな。はい、どうぞ。あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日その場所で生まれたって男がいたな。まさかそれじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。見てる。え、おっと、これはどけ。騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。101番。言いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。
茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親ソープの店長春日二郎だったとしたら。あ、そういうことか。お前は荒川真澄の息子。そういうことになるよね。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば。ああ、まあ全部はっきりする。そうか、そこだな。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら。うわ、めちゃくちゃ複雑だぞ。おい、ちょっと待て。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも。黙ってないのはこの二人だな。どうせ俺にはもう先がねえ。うん、青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、おやさんを殺したのがあんたじゃないか。ああ、そこね。誰がおやさんを。確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。石尾だ。やつが今、若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎が、おやさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。じゃあ次は石尾だか。最後に青木亮。わあ、もう沢城ここで降りるとはな。まさか思わんかったけど。그거믿을만한정보맞아그렇군혹시또뭐나오면연락해손희からか。どうした。星野会長が狙われているとそう教えてくれた匿名の垂れ込みですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何、なんで沢城が自分からバラしたんだ。つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに
自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。なるほど。が、あなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。まあ、だから遅えんだって言ってたんだな。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ、あんたは。頭。ストーリー13終わっちゃった。はい。それが、ああ、コインロッカーベイビーね。なるほど。次回ですね。第14章。いよいよほんと終盤になってきてる。14章に入っていきます。また、次回です。お疲れ様でした。さよなら。